よし、こんにちは。た先生で。第284回、玉ラジオということで。えー、まあ、今日もね、えー、元気にゼロコーラと共に頑張っていきましょうかね、と思います。えー、今回はね、まあ、あの、勉強もそうだけど、推薦の時期でもあるので、まあ、あの、将来についてとか、推薦の合格しやすいポイントみたいなのとかと一緒に、えー、プレゼント企画のね、えー、宣伝というか告知というか、お知らせのラジオです。 で、毎年ね、やってるんですけど、たまラジオ今年もやります、たまラジオね。あ、じゃあ、たまだるまね、たまただるまやります。たまだるまっていうのは簡単に言うと、たま先生の顔の書かれただるまが送られてくるっていう応募者全員プレゼントね。うわ応募者全員プレゼントだって、なんてふたっ腹だなって思うじゃん。ね。これができるようになったものまあ、様々なたま先生の工夫によるものなんですね。うん、まあ、その昔、えー、いろんなプレゼントたまにやってたわけよ。自分の私物でいらなくなったやつで捨てるのもったいないじゃんっていうやつをさ、絵描いたりとか、あのー、サインとか書いて、もし欲しいよっていうやつがいたら送るみたいなしてたんだけどやっぱああいうのってた で、やっぱ、当たんないと、なんか、かわいそうだなっていうのがあって。だから、応募者全員プレゼントにしたいなーっていうのがずっとあって。で、うーんって悩むわけさ。人間こういうもんだよな、人生っていうのは、その、よし、やってみようがって、やってみるとうまくいかないとかさ、悩みとかさ、いろいろ出てきて、で、それを改善して、で、また悩んで、改善してって、どん,どん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 良くしていく。変化するっていうことは、良くなるっていうことなの。進化もそうだよ。最初の生物よりも、俺らはだいぶ進化して、だいぶ、今、幸せにというか、住み良くなってきた。ね。で住み良くなれなかった奴らが、残念ながらかえ、変わっていけなかった奴らが、まあ、残念ながらその、 時代とともにね消えていくわけだけどそれと一緒どんどん変えていくわけうーんただであげるにはどうしたらいいんだろうなーみたいなでまあ悩んだ結果俺が群馬県にいた時にね高崎市の高崎だるまっていうだるま神社があってねそこでだるま見てピーンと広めく「あっだるまいいじゃん」って、ね「だるま縁起物出した」とか「玉先生の顔描いてあの石に顔描いて石送りゃいいじゃん」って石なんか拾えばただなんだからとか言ってでえー、と、応募者全員にね石をなんかその送るようになったんだけどあの1センチ以内にするとさ郵便でも結構安いんだよ。だからみんなに送る石はね1センチ以内のねペナペナの薄いだるまがね届きます 普通のだるまってさ、倒れないっていうことがあるあのバンバン倒してもさ、グリンって自分で起き上がってくるから、何度倒れても起き上がるっていう縁起物だったわけ。ね玉だるまの場合はね、最初からね、転がってね、起き上がってくることはありません。<laughs> だからね、逆に、お前たちがご利益,を利益をつけるんよ。玉だるまにご利益はないよ。ただの石なんだしさ。起き上がることもないんだし、何の縁起もない。でも、お前たちが頑張って、その石にご利益をつける。うん、どこどこ頑張るぞって言って頑張って、で、どこどこ大学受かったと。 どこどこの資格が取れたとか。で、なんならどういう収拾が決まったとかね。ご利益をつけていく。すると、まあ今もうメ,メルカリとかに出して、私はこの石で幸せになりましたとか言って5万円ぐらいで売れるかもしれない。<laughs> うん、頑張ってご利益をつけろ。価値を生み出せ。玉だるまに。ただの石なんだからあんなの、まあね。でも意外とただの石だけどさ、結構みんな、それ、ご利益つけてくれるんだうまくいきましたとか、こんななりましたとかね。あの、ばっちりですとかさ、たまに、あの、この玉だるま持ってますよとか言って財布に入れてるの見,見せてくれて結構嬉しいんだよ。ああって、あんなになったかーって。 だってさ、玉だるまって、あの、まあ、あの、メールとかでもそうだけど、夢とか願いを書いて、俺に送るの。だから玉だるまを送ってる時点で、誰一人として、その書いた願いを叶えてるやついないんだよね。でもさ、その後、俺にその玉だるま見せてさ、うまくいったんですよ、とか、玉だるま持ってますよ、って、ご利益つけましたよ、とかって言われるとさ、あの、叶わなかったものを叶えたって、なんかね、やっぱすげえ感動するんだよ。やっぱ結構そういうやつたくさんいてさ、お前たちも負けずに、その先輩たちに負けずにね、どんどんいいご利益をつけてみてくれ。で、メルカリで高値を出してくれ。<laughs> 本当に。 うん、でも安いもんだよな、多摩だるまはたい毎年ね、100とか200ぐらい応募が来るの。で、まあ、それを書いて送るわけだけど、まあ、だから、100円ちょっとかな、120円くらいで送れるんだけど、だからそれぐらいの応募だと、まあ、2、3万ってとこなんだよ。あの住所なんかいちいち書いてられないから、あの、家庭の教え子だったやつにね、バイト代払って、あの住所書きとか封筒書きやってもらうんだけど。なんかさその ま、だから2、3万ぐらいってことかな。2、3万ぐらいしかかかんないんだけど、2、3万ぐらいでさ、成功が変えるんだったらさ、人生が変わるんだったらさ、すごい安いと思わないか。まあ、それが自分じゃないとかさ、誰が、あの、成功になるかわからんっていう、ちょっと欠点はあるけど。まあ、でもいいじゃん。2、3万かければさ、どこの誰かが、一人でもそうだってことだよ。一人でも、 その変わる奴がいたらたまたるまで。そしたら多分全国のどっかでさ、なんか2、3万で人生良くなってる奴がいるんだって思うと、まあ幸せだよね。実際大概の後はさ、あの失った500円玉と同じでさ、ええって、出てきたって、嬉しいじゃん。500円玉がさ、部屋の隅から出てきたり、こう、引き出しの奥から出てくると。<laughs> あんなんと一緒でさ、ああ玉先生って、なんか、なんかの表紙ね、結構玉壁があったから最近結構、あの、会いに来てくれる奴が増えたんだけど、なそいつらが、あの、玉先生成功したよとか、うまくいったよとか、変わりましたよとかって言いに来てくれるとさ、もう失った五百円玉状態を、もうすっかり忘れてさ、うまくいったんだのよ,よかったな、みたいな。 好きり嬉しい話がある。そうなってくれ。で、ちなみにあの石だけ送りつけてね、これ成功して500つけろって、まあ,あの、まあ、まあ無限な話だからさあの。その時に一緒にクレドカードっていうのもつけるよ。クレドカードっていうのはね、まあ、えっと、クレドって心情って意味だったから、要は、あの、理念とかさ、あの志とかさ、思いとか、まあそんなもんだと思うんだけど、まあ簡単に言うと、 え成功するためのカードだよ。玉先生が今まで人生でい,いろいろ生きてきて、おし、これやれば絶対大丈夫みたいなさ、これとりあえずやっていけば成功するぞみたいな、なんかコツみたいなのがさ、結構いっぱい手に入ったんだよ。で、それを1枚のカードにまとめて名刺サイズにしたってやつね。だから、まあ財布とかにすって入れれるから、まあ財布とかに入れて、いつもそのね、えっ、ー、と、まあ具体、まあ心情って言いながらその気持ちを忘れずに具体的にこれやりなさいみたいなの書いてある。で、大体それすると、成功するようにできてるから。まあ、えっ、ー、と、成功するためのコツと、成功してご利益をつける意思を送りつけるんで、 まあ頑張っっっててててそれれ見ながらししかり成功してみてくれっていうことですねでただ、まあ、あの人生ってさ失敗したりうまくいかないことを乗り越えるのも面白いんだよだからあの別にそのクレドカードを見る必要は俺はないと思う、うん、見ない楽しさもあるだからそれをいっぱい乗り越えていって、えっと、自分なりのねあのクレド心とかねこれで成功するんだっていうコツを見つけていっても楽しいし 例えば、俺のを見て、えー、やってみてもいいし、俺のを見て、さらに工夫しながらね、自分なりに実践しながら、さらなる、もっと最強の、玉先生と自分のを組み合わせた、もっと最強のね、クレドを作っていっても面白いと思いますね。でも、絶対財布に入れながら、たまに見ろよ。ほんと、忘れるからな。その気持ちを。うん。まあ、そんな、応募者全員のね、やつをやろうと思うので、まあ、あの、欲しいなっていう人がいたら、えー、応募をしてください。ね。住所をくれ、お住所と夢を書いておくれば、だいたいね、あのー、お前たちのところに、意思が届くという感じになってます。 毎年ね、5、6日くらい帰ってくるんで、まあ住所の書き間違いとかね、あのー、偶然引っ越すやつとかが、まあ、いるんだろうな、だから、その辺とかはちょっと気をつけてね、やってみてください。あと、ペンネームでやって、あのー、ね、あの家の人が見て恥ずかしいとかね、そういうことも,もないようにちょっと気をつけておいてね、本当に。家の人が見ても恥ずかしくないんだよ、別にペンネームでもいいし、それでうまく送れなくても、まあ、あのちゃんと自分で責任を取るように、ね、してください。送り直しは多分基本的にやらないと思うんだよ、その、金もかかるし、手間もかかるからね。だから、一撃必殺ということで、頑張ってしっかりね、あの応募してみてくれ。 でえーまあ、ここからが、まあ、推薦とかねあの、もしとか夢とかさまざまなことでね、結構変わっ考えて、えっと、見つめ直してるころかなと思うので、まあ今日はね、その辺の話をしていこうかなと思います。で、<coughs> 推薦ってね、いっぱい悩む、でもそれって、まあ、でも会社の面接とかでも何でもそう、多分高校受験の時にさ、あの面接があったかもしれない、その時にに、ね、言われるままにいろいろ話したりもしただと思う。で 誤解をしてはいけないのは、面接って嘘をつく場所じゃない。相手が、その、相手のために嘘をつく、とかいうこともよくない。相手のためにっていうかさ、相手を騙すためにってことね。相手が聞きたいような、その、相手が喜ぶようなことだけ。例えば、よくある就職だとね、御社が第一志望ですとかみんな言う。でもさ、それは、だからその、嘘なのさ。 正直なことを言っていく。自分の、面接っていうのは、できるだけ自分のことを正しく伝えて、そしてそれを相手に選んでもらう。それがみんな幸せになるんだよ。一番わかりやすいのは会社。会社の時に正直に話をするのが一番大事。わかるだってね、これから一緒に仕事をしようって、この会社の中で一緒に頑張っていこうって、そういう時に相手を騙すぞって、そんな奴が入ってきたら嫌でしょ。お前たちが一緒に働く時にさ、自分に嘘ついてるような奴が来たら嫌じゃないか。 こんなやつと一緒に仕事したいなんて思わんよ。正直に話をするというのがとても大事。で、自分がこういう人間ですっていうのを正確にできるだけ伝え。できるだけ正確に伝えたら、あとは、あこういう人間は、今うちの会社にぴったりだ。うちの会社やってったらきっとうまくいくぞとかね、うちの会社にぜひ欲しいなって思ったら呼ぶし。逆にね、落とされたら、うわ落とされ、それで落とされたらダメじゃないですかって思うだろう。受かることが幸せじゃないってあるんだからな。 会社入ってみたら分かるよ入ってみたら仕事が思ってたことと違うっていうことばっかりよてかほとんどそう外から見てその会社の仕事内容なんか分かるわけないじゃん人間関係なんか特にそうだよ入ってみないと分からないその部署行ってみないと分からない付き合ってみないと分からないし付き合ってる中でもその一緒に仕事してたらだんだん信頼を失ったり勝ち得たり関係って変わっていくんだよそんなのさ受かる前からその,その会社入る前から分かるわけないでしょだから正直に自分のことを伝えるそしたらあとは相手が選ぶ あって、お前はこの会社じゃない方がいいかもなーとか、この会社来たら苦労するだろうなーって思ったら、向こうの方が会社のことを知ってる。仕事のことを知ってる。だから、外してくれるんだよ。あ、こいつはうちの会社には合わんぞと。つまり、来ない方が幸せだったってことさ。だからそういうやつはちゃんと外してくれるから、そしたらさ、お客、俺らが無理やり働くから苦しいんだよ。自分に合わない会社で無理やり働くから、合わせようとすることも大事だよ。とか、やっぱ能力が高いやつは、たくさんの会社でも自分で合わせられて結果も出すこともできるけど、 例えば、ああ、こいつはちょっとなよっとした性格だから、うちじゃない、うちの会社じゃない方がいいなーって思ったりする。で、外される。ね。つまり、試験に落ちる。でもそれって無理やりじゃあ仮にね、例えば、いや、でも実は、お父さんが大企業の社長で採用とかってなったとするじゃん。無理やり。気弱、気はいとダメそうな仕事で、父ちゃんの権力とかで偶然ね、無理やり採用になったとするじゃん。そしたらさ、自分に合わないんだから仕事は辛いでしょ。で、そんな部下を抱える上司とか会社はもっと辛いでし。ょ。毎月給料も払わなきゃいけないし。で、そんな人に当たったお客さんもかわいそうじゃん。 例えば、それこそなだろうなあのディズニーランドのなんか楽しいアトラクションの説明をする係にさ、当てられてさ、今日も元気に楽しみましょうとか言わなきゃいけないのに、すごいテンションの激低なやつがさ、受付だったらさ、みんな幸せじゃないじゃん、うわ、俺こんな役やりたくねえよって言いながら仕事して、会社としても、うわ、こんなテンション低いやつにやられたらお客さん離れるでって、お客さんもさ、せっかくさ、頑張って東京まで来てディズニーランド来て、これはないわーみたいな、一生に一回の思い出がみたいな、やっぱな、みんな幸せじゃないんだよ。だから自分の正直な気持ちを、 相手にに伝えるそういういいいことを大事ししていってっほしいウェブマアニメとか見たらそうだよ面接アニメとか小籠アニメはいかに相手を騙すかとかいかに美しく書くかとかは言ってないどうやったら自分のそのままのものをできるだけ文章に残せるか嘘をついたらいかんよみたいなことは言ってるからただその一方でねこっからが本題なんだよこっからが本題なんだよ そしてこれが受験のやつらにもそう、推薦のやつらにもそう。今回緊急ウェブ玉予備校っていうのを一週間やったんだけど、その時必ずいただきますとかごちそうさまの時にね、一分間スピーチをするの。自分の夢に対して。自分の目的と目標に。を一分間以内でうまくまとめて話すっていうことをするで。それ毎回やってるとさ、予備校始めた頃は下手くそでうまく喋れなかったやつが1、一分間、一週間いるとね、一分間くらいだったら上手に喋れるようになってきたり、結構話の内容が変わったりするわけ。だいぶ成長すんの。それってね、なんでま、じゃあその一分間スピーチが大事かっていうとさ、やっぱいろんな人と会って、 で、大人っていろんな情報とか人脈とか持ってんだよ。でもね、その人から協力してもらおうと思っても、その人もね、神様じゃないんだから、相手が何が必要か、どんなものが大事かって分かんないんだよね。だから、自分の持ってる情報が相手に役立つかどうか分かんない、大人も。だから、自分のことを上手に伝えると、あ、お前なんかこういうことやりたいのとか、えあ、こんなことしようとしてたんだって言って、向こうが情報を出してきてくれる。実際ね、あの、いた、熟成で、この前東京行ってね、会ったやつもそうだった。あのー、 自分はこの会社のなんかどの3部門じゃなくて、自分はなんかその会社、社員をなんかや、んなんかパソコンで助ける系の仕事をしたいんですみたいな。みたいなことを明接で言ったんだって。まあこういう仕事もあるけど、それよりも自分としてはこの会社ではこういうことができないかなと思ってますみたいに言ったら、えって、あ、そうだったのあ、そういう部署だったら特別にあるから、うちの会社でそういう仕事してみなよとかって言われて、そのまま採用されたみたいなんだけどね。うん。こうやって自分のことを相手に正しく伝える。普通神様じゃないんだから、外から見えてる部分以外見えないんだよ。 だから、相手にしっかり伝えると、相手が持ってるものを引き出す。相手の力をね、最大限に、あの、出すことができるんで、すごく結果が良くなりやすいんだよ。よで、欲々思ってほしいのは、じゃあ本当のこと言えば何でもいいのかって。ね。あ、休みたいですとかね。あと、給料めちゃくちゃ欲しいですみたいな。それを言えって言ってるわけじゃないのさ。いや、もちろんね、たくさん休みたくて、でも給料はたくさん欲しい。それはみんな本当だと思うよ。でもそんな仕事ないし、そんな人生ないでしょ。必死に働いてお金稼いでみんな頑張って生きてる。大事なのは、 その、みんな休みたいし、みんな、あの、お金はたくさん欲しいよ。ね、で、お金を、てか、お金がないと生きていけないじゃんで。お金欲しいのはもちろんそう、それは生きたいっていうことと一緒だから、全然悪いことじゃないし、お金っていうのは相手を喜ばした結果、お礼でもらえるもんだからとても素晴らしいもんなんだけど、いろんなお金のもらい方があるじゃん。いろんな仕事があるわけ。つまり。そういう中で、なんであなたはここに来たんですかっていうことなんだよ。わかる大学だってそう、いろんな勉強ができる。じゃ勉強したいです。資格が欲しいです。わかったと。じゃあなぜあなたはここに来たんですかって。そこが大事なの。 いろんな会社がある中でなんであなたはここの会社に来たんですかって。わかる。だからね、本音を言いなさいって。だからこの会社に来たのは何ですか給料がいいからです。それは本音かもしれない。でも、そいつを落とすのは、それは嘘を言いなさいっていうことじゃない。お金が欲しいですって直接的に言ったことが聞かないとか、そういうことじゃない。お金欲しくてみんな来てるんだから。就職試験なんか。そうじゃなくて、いろんなお金の稼ぎ方がある中でなんでうちの会社を選んだのかを言いなさいってことなんだよ。わかる。だからお金が欲しいですしか言わない奴は、それ以上、わかるそれ以上、何にも考えてない。パッパラパーですよって言ってんの。 大学を決めるときに、なんでこの大学来たんですかそりゃそうでしょここが偏差値一番高くて、一番有名なんだからここでとっきゃいいなと思いましたって。でもそれ言ったら面接落ちるなーって、なんとなく思うでしょだから結局嘘ついて別のこと言うんだけどみんな。じゃあなんで落ちるのかって、それはね、本当のことを言ったからじゃなくて、偏差値以外考えてないからなんだよ。もったいないって。偏差値以外にうちの大学の取り合いいっぱいあるのに、偏差値が高いから有名,有名だからっていうだけで、うちの大学に来ようって。全然うちの大学のこと分かってないじゃない。こんなやつ来てほしくないって思うから外すの。答えはその先にある。 なんで、ここで稼ごうとしたのか。ね、この会社に来てお金が欲しいと思ったのか。なんでこの仕事を選んだのか。苦しくても、どんな仕事だって大変なんだよ。苦しいんだよ。ね。楽な仕事なんか一個もないし、考えながら工夫して乗り越える。苦しい仕事は苦しいって言う。でもね、わかる。苦しいのになんでみんなやってんのか。それ以上に面白いこと。やったーって達成感があることとか、やってよかったって思うような何かがあるからそ、そ、の会社に来んの。みんな働いてるって苦しい思いして働くっていうのはね、苦しい以上にもっといいことがあるから働いてるんだよ。その先がある。わかる その大学だってそう。なんでわざわざ偏差値が高いところにみんなと競争してまで行こうとするのかその先が必ずある。それをいつも大事にしてほしい。だから、ウェブタマータ最近結構メールが来る。で、メールしたやつらみんなわかるだろう。で、失敗したやつら、俺からね、返信のメールが来たやつら結構ね、多分、あ,あそうだったんだって思うこと多い。あ,あそうそうってなること多いけど、多分ね、俺に夢か,かずにメールだけしたやつ、あの、質問メールだけしたやつは、大概夢か、夢かけっていうメールが返信されてるはず。何この中で聞いてるやついるか知んないけどね。で、 勉強の、受験の合格に、夢が必要あるのかと。そういう部分とかよりテクニックだけ答えてほしいんです多分思うかもしれない。でもね、テクニックだけ求めるやつは応援しない。もっともっと夢が大事。お前たちのことを、その、もっともっと夢を話さないと。俺に対しても。初めて会った人、特にネットの向こうなんか絶対そうだよ。自分の夢、思い、この後どうなりたいか、どういう人生にしたいかを書かないとダメ。どういう仕事に就きたいです、どこどこ大学に行きたいです、これ全然夢じゃない。ただの道具だから、そんなの。大学受かってもその仕事についても幸せかどうかなんかその先で決まるんだから。 クリスマスプレゼントってさ、飽きて喜ぶもんでしょ中身が大事でしょそれなのに、その、外側のプレゼントの、はなんか、包み紙だけ見て、やったーって言うやついないじゃん。でもそれと一緒は包み紙と一緒なんだよ。その、どこどこ大学行きますとか、どういう仕事に就きますなんか。ただの包み紙だよ。みんな勝ちあるわけないでしょなんでそこに行きたいんだそこ行って何したいか、どうなりたいか、そこを言わないことには、応援するかどうか、わかんない。特に大人なんか忙しいんだから、少ない時間を使って、限られた時間で、自分の経験とかね、大事な思い出を使ってまでそいつを助けたいって思わなければ、 わざわざ応援はしないよ。大人の方が死ぬほど忙しいんだから人生かかってて。子供なんか最悪高校行ってれば授業中寝てても怒られないでしょ。大人なんかさ、寝てなくて必死に頑張ってたって結果出なきゃ死ぬほど怒られるんだからね。首に立ってなるし。そんな大人が大事な時間を使ってまでアドバイスしようって自分の経験を使ってまで話そうって言うんだったら、その価値を相手に伝えなきゃ。で、そういう時に自分の夢を最初に語らない奴は、多分この後も相手にそれを伝えないんだよね。どんな大人にも夢を語らずに終わっていく。だから、 アドバイスする気が起きないんだよ。だから、どうせこいつ、あの、夢言わないから、他の大人たちにも協力してもらえないだろうなって。他の大人たちに協力してもらえないから、多分、苦労するだろうなって思うし、失敗する可能性は増えるよね、その分。大概さ、夢が叶ったとか成功した奴だって、いろんな人たちのおかげでうまくいきましたって言うんだよ。まあ、それはなんでそういう風に言うのかも、まあ、興味があるやつはね、また、あの、言うけど、なんで他人にの協力をもらいましたっていうやうが成功するのか、まあもちろんそうだよ。だって、サッカーでもたった一人対11人でやったらさ、絶対1人の方が勝つわけじゃん。人数多いが。とか、有利なわけじゃん。 大人の世界ってそういうもんよ。スポーツだから1対1で行きましょうとか2対2で行きましょうってルールが決まってるだけで、会社なんか、こっちは100億使ったから、あの、向こうは100億までしか使いませんなんてことはないんだ。向こうが1000億使ってくることだってある。向こうが従業員100人で攻めてくることだってある。こっちは従業員と自分と合わせて3人で戦わなきゃいけないなんてこともある。わかる大人にたくさん協力してもらえるやつの方が有利なんだよ。そういうやつは成功するから応援しようってなる。逆に失敗しそうな奴にアドバイスしたらさ、ああ、どうせこいつにアドバイスしたって、失敗して無駄になるんだったらもったいねえなーって。 じゃあまあま応援せんどくかってなっててなるんよだからやっぱり自分が必ず成功する人間だ応援するべき価値のある人間だと思ってもらわなきゃいけないそのためにガンガン夢を伝えていくんだよそして夢を伝えていくとそれが分かる学校の先生とか親とか友達とか人に伝わった分だけ夢は叶うぞこれは言っておく本当にそうだからだから俺がまあよくやってたのはさそ,のそいつに学校の先生の時ねできてたのは例えば A 君が俺のところに勉強を習いに行きたいって言ったときに、そいつの友達を B 君とか呼んで、あいつの夢何なのとか、あいつ何してんのって聞くんよ。で、その B 君が俺に、ああ、なんかあいつこうしてるみたいですよ、ああいうこと考えてるみたいですよって言った分だけだいたいかなう。言ってないのは叶わない <coughs>。そういうことがある。言うとね、周りから文句出るんだよね。ああ、ここ、えー、それおかしいの、大丈夫なの、それでうまくいくの。で、それって逆に言うと、例えばまあウェブ玉もそうだった。えー、って無料塾でうまくやっていけるの、無理無理、そんなのお金なくなるじゃんって。 逆に言うと、お金なくならなかったらやっていいってことじゃん。だからそこを変えていくんだよ。お前素人みたいなやつがさ、顔出しして、事業して、お前に人生預けると思わないねって言われたんだよ、俺、ズバリ。お前なんか、その、所詮センター7割程度の、あの、本番ね、センター7割ぐらいしか取ってないじゃんって。そんなやつに自分のね、子供の人生預けると思えないけどなって。結構辛辣でしょ。でもやっぱ俺のことを信頼して言ってくれたんだよ。信頼してっていうか、心配して言ってくれた。あ,あ、そうか、って。じゃあ逆に言うと、みんなが見たくなるようなやつだったら、見る、見るのかなって。俺、見てもらったら、あとは中身は自信あったからね。 だからギャ、それだったらっていうことで、アニメ事業が誕生したわけよ。わかる人に話したから、あ、そこを直そうって、ここを変えていこうって。それで良くしていったわけ。そして今のウェブ玉がある。玉カフェもそうよ。いろんな人たちに話をした。そしたら、お前、これ危ないって言って、これやめとけって言ってみんな言う。だって玉カフェがこの世に存在してないってことは、今まで挑戦した奴らが誰もいないか、挑戦して失敗しまくってるってことなんだよ。みんな失敗して諦めたんだよ。で俺はできると思った。 だから、玉ェみたいなことをやりたいって言うと、あこういう問題ある、ああいう問題ある、どういう問題あるよってみんながね、俺のことを心配して、これがダメじゃん、あれがうまくいくのとか、これ考えとかないとやばいよって言ってくれる。それを一つ一つ潰していったんだよ。そして今、玉ェがある。今、こうして営業できてる。だろ人に夢を話せば、そいつがいろいろ教えてくれるんだよ。そして成功率が上がる。だ、から夢を語れ。先生にも、親にも、友達にも。お前、そんな点数じゃ受かないよとか、お前、世界史そんな点数で受かると思ってんのじゃあ逆に言うと、世界史の点数を上げればいいじゃん。ね うちに金ないのよ。大学行けるわけないじゃない。じゃあ逆に言うと、そのお金をどうにかすればいいんだよ。自分で。分かったって。じゃあ、あの、とりあえず一旦今回は就職にしといて就職してお金貯めて。で、二十歳ぐらいから大学受験して合格すればいいんだしさ。でもそう、反論されるのが怖い奴らは夢を言わない。でもそれって、自分も思ってんだよね。反論できねえって。<laughs> そう、つまり、そういう、こう、叶えようと思った時に出てきた問題を乗り越える気がないんだよね。乗り越える気がない奴に乗り越えることはできない。自分でも分かってるんだよ。失敗するだろうなって。それを人から言われたくないから内緒にすんの。 自分が成功すると思ってないものをさ、なんで他人が応援すると思うなんで成功すると他人が信じてくれると思うそんなわけないよい。自分で成功する形を、環境を作るんだ。ウェブ玉予備校でもそうだった。今回、ウェブ玉予備校でもそう。成功する環境を作ってあげる。まあ、今回来た緊急だったんでね、あれだったけど、受け入れたんだけど、今回2人はね、お,おかげで無事成長して出ていきました。多分成功するよ。2人とも大丈夫な方の人間だと。いろいろ見てるけどね。1人は要い努力って感じだから、まあ、環境がまだもう少し、もう一歩だからね、こっから本人の努力だけど、きっと大丈夫だはず 成成成功功功すするるる環環境境があれば、自然と人はね、かからら、必ず影響を受けるから成功する側の人間になってていいくくよ。成功していくんだよ。だからまず自分を成功させる人間にしろそれは受験でもそう分かる自分がうわーできるかな大丈夫かな無理かもって思ってたら他人は絶対そうは思わない自分ですら思,思えてないんだからだから他人は応援しないどうせ失敗するんだろう協力しても応援しても無駄になるんだろうじゃあ応援するのやめとくか忙しいし大変だしって 自分ですら頑張れてない。自分ですら自分を応援できてない。そういう夢は必ず、誰からも応援されなくなって、叶えるのがすごく難しくなる。無理とは言わないけど。で、なんでか。それはね、これから来るぞ。これからね、秋、冬になって、どん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 、時間が短くなってくる。結果を求められるのになかなか結果が出ない。そういう時に焦ってくる。うわぁ、大丈夫かな受かるかなどうしようって。そういう中で、そういうね、焦りの中で努力する。そういうことがものすごく大事になる。仕事しててもそう。 仕事してるとき、会社経営なんか特にそうなんだよ。うわーって、いついつまでにこれぐらいの儲けが出ないと、この会社潰れる。やべえ本当にどうしよう、お金足りねえよ。本当、やばいやばいっていう中でも、でも結果を出さなきゃいけない。ずっと仕事をし続けなきゃいけない。特にウェブ b 玉1、2年目、特に2年目の11月、俺は本当に追い込まれてた。ウェブ b 玉を有料化するべきなんじゃないかって。本当に追い込まれてた。でもそういう中でもアニメを作り続けなきゃいけないって。でもああいう面白いアニメを作らなきゃいけない。世界史とか科学とか日本史作ってた頃かな。その頃俺は、お金やべえって思いながら作ってるんだよ。それでも全然アニメの中に出てないだろそのヤバさが それだけ、表に、そのヤバさを乗り越えてでも結果を出さなきゃいけない。それが仕事なんだよ。お前たちはこれから秋冬になってその、その中で戦っていくことになる。でもそれは必ず、人生を生きていく上で、強い力になる。家庭のことで揉めたり、例えば、結婚、離婚とかでね、ごたごたしてたり、家族が病気になって苦しんでたり、そういう中でも結果を出さなきゃいけないことがある。今この時点で受験勉強しながら家族が病気とか、家の生活が苦しいとか、なんか大変なことがあってるかもしれない。 心揺さぶられるような何かがその中でも結果を求められるんだよそれがその経験が絶対に生きる今だったら点数が悪くてもじゃあ浪人すりゃいいじゃんぐらいで終わるんだから今かる子どものうちだからこそ今思いっきりぶつかって挑戦して失敗してもいい必ず人生の糧になる大事なことはどんなに追い込まれててもどんなに心が苦しくても絶対に負けない絶対乗り越えるっていう思いを持ってやることそれができるかどうかやってみな受験勉強これから苦しくなるぞ そそののの時にに番柱ななるのがその夢なんだよ「うわあ苦しいもう嫌だもう逃げたい」って「ダメだ泣きたい」ってでもそこまでしてでもなんでその大学行きたいのかなって本当に追い込まれた時にそういうことをもう一人の自分が聞いてくる「お前本当にその大学行きたいの?」本当にその仕事でいいのか?」って苦しい時になって聞いてくるその時に答えられないと「ああ,あ,あそうなんでこんな思いしていかなきゃいけないんだろう」って泣いて手が止まって頑張ることをやめたり諦めたりするんだよ 諦めないためにも今自分のの向かう道の意味をなんでその大学行きたいのなんでその仕事つきたいのなんでそういう会社に入りたいの自分と見つめ直してみな。てなわけで、えー、第284回、たまラジオでした。たまだるま欲しいやつ、クレドカード欲しいやつがいたら、えー、応募者全員プレゼントなんでね、えー、応募してください。それじゃあまた、お疲れさん、しっかり頑張れよ。もちろん、受験とかね、そういうのがなくても大人でも誰でも、あの応募者全員なんでね、あのー、夢書いて、えー、送ってくれれば、た、え、ま、ー、だるまも全部あの、クレドカードも送るし、あのー うまいこと夢が描けないやつはね、夢アニメっていうのをホームページとかに公開してるから、その夢アニメとかを見て、大人とかだったらビジネスアニメとかもあるから、ビジネスアニメとかも見て、それについてこう夢をちょっと書いてみると、うまく書けると思うから、それで応募が多分みんなできると思うんで、欲しいなって思うやつは応募してみてくれ。